さん、こんにちは。女子バスケ界に彗星のごとく現れたデカすぎる選手が注目を集めているようです。一体どういった選手なのでしょうか。今回はチャン・ツーユー選手について調べてきましたので紹介していきたいと思います。チャン・ツーユー選手の登場は女子バスケットボール界に大きな衝撃を与えています。わずか17歳にして身長220cmという驚異的な体格を持つこの選手は、中国で開催された FIBAU18 女子アジアカップ2024で世界中の注目を集めました。チャン選手のデビュー戦となったインドネシア戦ではわずか13分の出場で19得点を完璧な9本中9本のシュート成功率で記録。7リバウンド、2アシスト、2スティール、3ブロックという素晴らしい成績を残しました。続くニュージーランド戦では36得点、13リバウンド、4ブロックとさらに成績を伸ばし、中国の9-10対6-18での勝利に大きく貢献しました。彼女のプレースタイルは、その圧倒的な身長差を生かしたものです。対戦相手の多くが彼女の胸元にも届かないほどの身長差があり、ジャンプすらせずにバスケットにボールを入れることができます。しかし、単に背が高いだけではなく、17歳とは思えない洗練されたフットワークやシュートの正確性も備えています。新郎体育は、最も重要なことは、チャンはボールタッチが非常に柔らかく、多くの無茶なパスをしっかりとキャッチし、簡単にフィニッシュできることだと指摘しています。得点だけでなく、リバウンドやブロックなど、守備面でも大きな貢献をしています。日本戦では14リバウンドを記録し、両軍最多となりました。チャン選手の登場は、日本を含む各国の女子バスケットボール界に新たな課題を突きつけています。チャン選手は、FIBAU18 女子アジアカップ2024での日本戦で、26分の出場で大会記録となる44得点を挙げ、フィールドゴール22本中20本を成功させるという驚異的な成功率を見せました。日本代表はこれまでスピードと正確なシュート力を武器に世界と戦ってきましたが、チャン選手のような規格外の選手に対しては新たな戦略が必要となるでしょう。日本代表の恩塚徹ヘッドコーチは、世界の強豪国と戦うためのチーム作りに取り組んでいますが、サイズで劣る日本にとってこのような超大型選手への対策は喫緊の課題となっています。チャン選手の圧倒的な身長差に対戦相手は苦戦を強いられています。日本代表との試合ではダブルチームをかけても抑えることができず、次々にゴール下からボールを放り込まれました。対応策として考えられるのは、スピードを生かした速攻、外からのシュート、体力消耗戦略、フェイントの多用、パスカットの狙いなどです。しかし、これらの戦略を実行するのは容易ではありません。チャン選手のプレーに対しては理解不能、これは試合にならないといった驚きの声が上がっています。一方で、彼女の活躍は中国バスケットボール界にとって大きな希望となっています。中国の宝庫と呼ばれるほど、その潜在能力は高く評価されています。世界のバスケットボール界では、チャン選手を元 NBA スター選手のヤオミンと比較する声も多く上がっています。ヤオミンは身長229cmで、中国バスケットボール史上最高の選手と評されています。チャン選手はヤオミンに次ぐ身長を持つ選手として、中国のソーシャルメディアで大きな話題となっています。チャン選手の両親もバスケットボール選手でした。父親は213cm、母親は198cmと、共に高身長です。特に母親のユイン氏は元中国代表選手で、チャン選手が小学生の頃からバスケットボールを進めていたそうです。チャン選手は1年生の時点ですでに 160cm あり、6年生になる頃には 211cm に達していました。チャン選手は意外にも趣味には読書と映画鑑賞と話しているようです。これらの静かな活動は、激しいコート上の生活とのバランスを取るのに役立っているかもしれませんね。チャン選手自身は、自分の身長について、人生は素晴らしい旅です。コントロールできないこともあります。私はそれを贈り物だと考えています、と語っています。また、将来のキャリアについては、未来のことはあまり考えません。一歩一歩自分で経験していく必要があります。まずは自分自身がより良くならなければなりません、と謙虚な姿勢を見せています。
バスケットボールの技術面ではチャン選手は自身の課題も認識しています。バスケットには簡単に届きますが、バスケットボールはそれ以上のものです。学ぶことがたくさんありますと述べており、単に身長を生かすだけでなく総合的な技術向上を目指していることが伺えます。チャン選手の登場は女子バスケットボール界に新たな時代の到来を告げるものかもしれません。 WNBA では外国人選手の年齢制限が20歳以上となっていますが、多くの観察者がチャン選手の将来的なアメリカでのキャリアについてすでに推測を始めています。一方でチャン選手の存在はスポーツの公平性に関する議論も引き起こしています。彼女の圧倒的な身長差が競技の本質的な部分に影響を与えないかという懸念の声も聞かれます。チャン・ツーユー選手に対してはいくつかの批判や懸念の声も上がっています。まず彼女の圧倒的な身長差が競技の公平性を損なうのではないかという指摘があります。220cmの報道ではという身長は他の選手と比べてあまりにも大きな差があり、バスケットボールの本質的な競争性が失われる可能性があるという懸念です。またチャン選手の存在によって身長のみが重視され、バスケットボールの技術や戦略の重要性が軽視されるのではないかという批判もあります。バスケットボールは単に背が高ければいいというスポーツではなく、様々な要素が必要とされる競技です。さらにチャン選手の登場によって他の選手たちのモチベーションが下がるのではないかという懸念も出ています。あまりにも圧倒的な身体能力の差があると、他の選手たちが努力しても追いつけないと感じてしまう可能性があります。健康面での懸念も指摘されています。急激な成長と極端な身長は将来的に健康上の問題を引き起こす可能性があるという医学的な観点からの指摘です。最後にチャン選手の存在が女子バスケットボールの魅力を損なうのではないかという意見もあります。身長差があまりにも大きいと試合の面白さや競技としての魅力が失われる可能性があるという指摘です。この批判に対して特にレスポンスを示している様子はないようですが、上記にもある通りチャン選手の人生は素晴らしい旅です。コントロールできないこともあります。私はそれを贈り物だと考えていますとの発言から、チームとしても批判に対して防御的な姿勢を取るのではなく、チャン選手の身長を贈り物として受け止めつつ、バスケットボールの技術や戦略の重要性を認識し、選手の総合的な成長を目指していると推測できます。また中国のメディアや関係者がチャン選手を中国の宝庫、中国の国宝と評していることから、チームや中国バスケットボール界全体が彼女の存在を肯定的に捉え、批判よりもむしろその潜在能力に注目していることがわかります。多くのファンや専門家はチャン選手のプレーを世代を超えた支配力と評価し、彼女の将来に大きな期待を寄せています。今後チャン選手がどのように成長し、世界のバスケットボール界でどのような影響を与えていくのか注目が集まっています。彼女の存在は女子バスケットボールの戦術や戦略に大きな変革をもたらす可能性があります。各国のチームはチャン選手のような超大型選手に対応するための新たな戦略を模索することになるでしょう。またチャン選手の活躍は中国のバスケットボール界全体にも大きな影響を与えています。彼女の存在がより多くの若い選手たちにバスケットボールへの興味を喚起し、中国のバスケットボール界全体のレベルアップにつながる可能性があります。チャン選手の今後の成長と活躍は世界中のバスケットボールファンの期待を集めています。彼女が持つ潜在能力を最大限に発揮し、バスケットボール界に新たな歴史を刻んでいくことが期待されています。同時に彼女の存在が女子バスケットボール全体の注目度を高め、競技の発展に寄与することも期待されています。このチャン選手について中国ファンは女版陽明というニックネームを使っていることから、ファンの期待の高さがうかがえます。また中国のソーシャルメディア美白ではチャン選手の試合でのハイライトシーンが頻繁に共有され、チャン・ツーユーは強すぎるというハッシュタグが人気を集めています。いかがだったでしょうか。今回はチャン・ツーユー選手について見ていきました。チャン選手の登場は女子バスケットボール界に新たな可能性と課題をもたらしました。各国の対応とチャン選手自身の成長が今後の国際バスケットボール界の動向を左右することになりそうです。彼女の活躍が
バスケットボール界に新たな時代をもたらすのか、今後の展開に注目が集まっています。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。